というわけでこちらは、はい、はい、須山さんまた引き続きよろしくお願いします。はいはい、フェラーリの最新モデルの SF90 何についてもいいのはスタラダーレ、うん、新世代のフェラーリです。確かに何が新世代かというとハイブリッドです。そうなんですね、フェラーリももうハイブリッドの時代ですからね。これはこの説明にあるように、はい、うん、トータルパワーは1000馬力なんですね。最近ね、1000馬力とか出てきて驚きますよね。エンジンは780馬力なんですが、うん、残り220馬力はモーターでやるよと。ですからこれ、搬入するときもバックするときはモーターで動きますから、静かなんですよ。確かに、確かに他の車結構大きい音の車が多いですからね。デザインがね、うん、新世代で特徴的ですよね。あら、ワイパーもちょっとなんか変わってません？しかし真ん中1個とバクチェス、ブルみたいな感じですよね、これね。本当だ、ワイパーも進化してるんですよね。ここのデザインが新しいですよね、これね。あ、つながってる。ここから C ピラー、B ピラーと C ピラーとこのルーフが一体になってる、このデザインは新しいです。確かに新世代ね。え、いやー素敵、フェラーリって感じ。でもなんか後ろから見ると結構ギョギョしい。丸め4と丸と言っていいかわかりませんが、楕円ね、本当ですね。そして、まあ、ちょっと今ハッチが見えるようにエンジンがすごい低いです。うん、エンジンの搭載位置が、うん、本当ですね。そしてエンジンカバーがかかってない。そうそう、だいぶ下にありますよね。これ見ようかしなっていうか、うん、あの表現してるエンジンって感じではなかったですね。確かに。そしてこちらもお隣も新しい。こちらは458スパイダーで、まあ、V8 のノーマルスピレーション、うん、NA エンジンの、まあ、今でいうどんどん人気が出てくるものですね。すごい。これもなんかちょっと、あ、ごめんなさい、踏んじゃった。すいません、今踏んじゃうとこ。スーパーカーの日ね。うん、スーパーカーの日。スーパーカーの日よろしくお願いします。11月1日ですから。スーパーカーの日、ぜひ覚えてください。はい。そして、こちらがまた、これがすごい車なんですよね。すごい珍しい車、LP500。うん、これは確か1台しか生産されてなかったプロトタイプらしいんですね。うん、では、カウンタックの市販モデル LP400 がデビューする前に、うん、テストのために作られて、なんかテストで、まあ、ぶつけて、まあ、なくなっちゃった車なので、この車はレプリカです。ね、レプリカってどういうこと、はい、っていうか、ベースが、国産のスポーツカーで、ちょうどオーナーさんがそこにいらっしゃるような気がしますので、はい、ちょっとこの車の成り立ちをお願いします。中に入っていただいて、はい、オーナーさんありがとうございます。はい、こちらはあのラモルギニカウンタックの LP500 プロトタイプのレプリカでございます。ベースはあの日本車なんですけれども、MRS ってお聞きしました。はい、MRS とホイールベースが全く 2450mm で一緒なんですね。はい、あ、同じですか。全く一緒です。だから、はい、フィエロのポンティアックのフィエロのレプリカとかは多いんですけど、はい、あれはこうホイールベースをこうストレッチしたりとか、そういう作業があるんですよ。これはそのまま MRS の側を全部取り去って、うん、その上にカウンタックの FRP を乗っけてるっていう形なので、じゃあもしかして MRS にしたのはそのホイールベースが同じだから。そうです、そうです。そう、いあとは結局そのルーフとか切らなきゃいけないので、オープンカーだと剛性が下だけで持ってるので、うん、上を切っても全然大丈夫なので、側だけ外して、足回りとかエンジンとかミッションはそのまま MRS のが使えるっていうので、そのまま使ってるんですね。そんなことってあり得るんですか、会長。やはりボディを改造する、側を変えるには大事なのはやっぱ強度の確保。やはりルーフを切ってしまうと、今ほとんどの車はモノコックボディといって車全体の外角、うん、側で強度を保っているので、一部がなくなっちゃうとクッてなっちゃうんですね。その点 MRS のようなオープンボディは、うん、ルーフがない前提で強度を確保しているので、ボディデザインの自由度も非常に高いということで選んだんですよね。だから例えばロードスターの NC と、うん、ロードスターの NC と 2000GT のホイールベース全く一緒なんですよ。 2000GT も、はいはいはい、だからああいうのもオープンカーなので、あれ FR でそのまま
うまくやれば 2000GT なんかに変えるっていうこともできるとは思うんですよ、ね。ってことはエンジンは MRS、 MRS のエンジン、ね、じゃあぜひ、このあるのがはいトヨタの、1ZZ の、1800cc のエンジンがそのまま乗ってます。だからタンタックなんですけどエンジンは横置きの4気筒が乗ってる、だからこの辺はもうそのまま MRS のフレームとか足回りをそのまま使ってる感じですね。ここにフレームが入ってたんですか MRS？ そうです、これそのままですね。へー、面白い。で、側はこれは全部作られたんですよね。できてますねこれ。でもよく作ろうと思いましたの。でもまあこういうの作ってる人がいるんですよ。あ、そうなんだ。やっぱりそのタンタックは LP400 で今もう1億円超え、でまあクワトロとかで今5000ぐらいですかね。そうするとまあ2000万円ぐらいだったらなんとか買えるっていう人はまあたくさんいると思うんですけど、まあ1億ってのはちょっと手が届かなくなってしまうとなると、そうするとまあレプリカでっていうよりもやっぱりその40年前50年前の12気筒の車を走らせるってすごく大変なことなので、そういえばまあこういうものを使いながら気軽に楽しむっていう趣味が結構多くてですね、実はこういうレプリカっていうのは本物を持ってる人がもう一個レプリカを持ってるってパターンが結構あってですね、トラベルジュエリーみたいな感じですね。そうですね。だから家にはちゃんとしたものが、1台持ってるけどちょっとなかなか大変なので、レプリカでへへって言って遊ぶっていうのが普段乗れる。そうですね、じゃあ普通に乗ってても調子いいんですか車って。だってあの普通の MRS と同じですからね。そっか、全然釣り子もね一緒に行って全然順調な、まあ、確かにあのフェラーリのすごい人たちはみんな追い越させてもガンガン抜いてきますけどね。まあスピードがねそもそも。そうですね、馬力がやっぱりそこは違うんですね。エンジン音とかどうなんですか。エンジン音はこれマフラー変えてあるので。あ、変えたんだ。それなりのあ、迫力のある、はい、へえ。純人ではないですね。どこがでも一番そのカウンタックのお気に入りポイントですか。やっぱりその子供の頃にこの、まあその頃僕たちガルウィングドアって呼んでましたけど、このドアとかあとはこのウェッジシェイプにもこう刷り込まれてるので、やっぱり買うとしたらカウンタックまずは。そうですね。だから例えばストラトスのゼロとか、あとはこれの1年前にやった、アルファロメオのパラボとか、これとかあとドームゼロとか、やっぱり先がとんがってるのが僕たちはもう大好きなの。先がとんがってるやつね。なるほど。だからどちらかというとそのカエルみたいなこうポルシェの911なんかよりはこうやって先がこうガッてとんがってるのがもう戦闘的なやつ。もう大好き。スーパーカーだと、とんがってればとんがってるほどいい。本当です。ちなみに中もこだわって作った感じ。これは中身は実はカウンタックの市販モデルに近いので、LP400 のクワトロバルゴールアニバーサルがほぼこんな感じのインテリアになってます。で、カウンタックは、重量物を中心に寄せるために座席と座席の間にトランスミッションが入ってるんですね。だからあの大きいところでもう一つ席ぐらい作れそうなところは実はミッションが入ってる設計なんですけど、これは、本当はミッションは入ってないですが、レプリカもトランスミッションが入ってるような形でこうタイトに作ってあるっていう、そんな設計ですね。でこのシートとかはシートも作ったんですか。このカウンタックのレプリカを作ってる人っていうのがもう、イギリス、ヨーロッパ、アメリカにたくさんいるので、やっぱりこのシート作りのノウハウっていうのはみんな結構あるんですね。ですから、基本的には FLP の、骨に、ウレタンをかぶせてシートをかぶせるっていうのは結構ノウハウとして確立されてるんで、これはまあまあ、あの皆さんやってることなんで。なんかでも新しい遊び方っていうか乗り方ですね。今まであまり日本でない。やっぱりそのここ20年ぐらいでそのスーパーカーとかヴィンテージカーのマーケットがやっぱり投機対象になってきて、で昔はまあ2,000-3,000万出せば大体車買えるような感じだったのがもう手が届かなくなって、そういう車も走らないってみんなこうガレージにしまって値上がりを待つっていう、そういうマーケットが出来上がってしまったんですね。そうするとじゃあ純粋にこう車を走らせて楽しむためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱりこういう一つのレプリカの
文化っていうのがまだまだ日本はできてなくて、うん、実はイギリスのキットカーであるとか、うん、アメリカのレプリカの車を使ってもうガレージでもうお父さんが作ってるのがいっぱいあるので、そういう文化がまあ日本でもできてきたらいいなと思います。なるほど、ありがとうございます。まさかこれがレプリカとは思わなかった。吉田ゆみチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。